非常に狭い分野ですけれども、自分自身が研究しているタンパクリン酸化構素の分野において、その直接の機質というものを見出したというときに、とても、えー、ワクワクする、えー、発見がありました。で、それに引き続いて、まあ、いろいろなメカニズムの研究というものをしていたんですけれども、うんまあ、それがその核のクロマチンというところにくっついて、いろいろな遺伝子の発現にも関与している らしいということが分かって、そこが今現在私自身の大きな興味の対象として研究を続けているところです。